サムルノリ。サムルノリは物事すなわちカンガリ、チャング、キタ、ジンの4つの楽器遊びや演奏という意味だ。ギリギリの音は雷、ジンの音は風、長球の音は雨、キタの音は雲に雨が降り、これらの4つが1つにまとめられた。サムルノリの音は嵐に斜めに語る。能楽または風物遊びは韓国の農耕文化に基づき、成長した伝統的な延べ姫文化だ。一般農村の民衆は、風水遊びを通じて各種村落祭祀など意識に活用したり、遊戯手段として町次元の結束力を強化するのに活用した。サムルノリは野外で行われる大規模な構成の風物遊びを1978年の舞台芸術として脚色したものだ。風物遊びが大規模な遊びを伴って野外公演の活動性を強調したら、サムルノリは楽器演奏自体で感じられる感動を強調した公演形態といえるような長短を演奏し、緊張と主観の周期的な流れの中で気軽に決まり、始まり、進行、絶頂、仕上げの展開方式として進行する。